それではチーム Q の発表を始めたいと思います。プレゼンターを務めます高橋です。よろしくお願いします。私たちは HP さんがスマートフォン市場に参入すべきか否かということに対して賛成の立場を取ります。これが本日のアジェンダです。まずはじめに私たちは HP のスマートフォン事情に関してSWOT分析をしました。弱みと脅威のところを見ていただければ分かるのですが、個人向け市場というものはとても競争が激しく、新たに HP さんが参入するということはとても難しいと判断しました。そのため私たちが注目したのは、機械のところに書いてあります法人向けスマートフォン市場です。こちらのグラフをご覧ください。こちらは2010年と2011年のスマートフォンの出荷台数および2016年までの出荷台数の予想について表されたグラフです。お分かりの通り2010年から11年まで2割増、そして2016年までには約3倍以上の出荷台数が予想されております。そのためこの法人向けスマートフォン市場というのはこれからますます成長していき、とても大きなニーズがあるというふうに私たちは判断しました。なぜスマートフォンがニーズがあるのかということに関してリサーチしましたところ、この4つが多く取り上げられました。上の2つはスマートフォン、を導入すれば、企業はすぐに手に入れられる、メリットだと思いますが、下の2つ、審査への対応及び企業の機密情報の漏洩といったことに関して、の対応というものに対してはこのシンクライアントというシステムが、一番適していると思います。現在シンクライアントのシステムは法人向け PC において、活用されています。それを私たちはスマートフォンに適用して、このスマートフォンをシンクライアント法人向け PC と同じように携帯デバイス、社内用のネットワークの携帯デバイスとして利用することによって、このどちらの上の2つのメリットに加えて審査員の対応、ネットワーク、機密情報の漏洩といったこのリスクを回避するために、社内向け、法人向けのスマートフォンというものを発売するべきだと考えております。そのためこの新クライアントというシステムを持っている企業こそが法人向けのスマートフォンを、提供するべきだと私たちは、提案します。その時に考えるべきなのは競合他社です。現在 NEC、富士通などが同じようにシンクライアントを持っていますが、この2つの企業どちらも個人スマートフォンを持っていながらもまだ法人向けスマートフォンに対してはあまり、開発段階というところが、私たちの調べた結果ありました。そのため HP が参入するとなれば必ずこの2社および他の企業も必ず参入してきます。そこで武器になるのがこの HP のシンクライアントのシェア率です。現在 46% といい、他の企業に比べて2倍以上といったとても、強いシェア率を誇っているこの 46% というシェア率を武器にして戦えば必ず HP さんはこのスマートフォン、法人向けスマートフォン市場で利益を上げることができると私たちは断言いたします。それを表したのがこの資本回収のグラフです。これは1年目初期投資として5億円を仮定して、行ったグラフで4年後には必ず回収できるというふうに、私たちは提案いたします。これが計算の、石枠です。各年度の新クライアントの新規導入予測のグラフをもとに HP のシェア率を 46% かけました。このうちの約2割の企業の方がスマートフォンを企業用に法人向けとして利用していただくことによって利用していただくと仮定してその1台あたりを2000円というふうに、概算いたしました。それを毎年足していった結果4年後にはこの最初の5億円というものを回収できる、という結論に至りました。まとめです。法人向けスマートフォンの市場成長しています。この市場のニーズに合っている企業、合っているシステムを日本 HP は持っています。そのため日本 HP はこのスマートフォン市場というものに参入するべきです。以上で発表を終わります。ありがとうございます。